はい、それでは、この Predicting Organic Reaction Outcomes with Wise Fire Riemann Network という論文の、タイトルで、紹介させていただきます。簡単にですね、少々お待ちください。簡単に自己紹介からさせていただきますと、私、藤川和樹と申します。もともと自然言語処理機械学習専門に、修士号を取得していまして、2014年に、DNA に新卒入社しました。入社後もいくつかの機械学習自然言語処理に関連するようなプロジェクトに取り組んでまして、現在は創薬支援を行うようなプロジェクトに取り組んでいます。それでは今回発表する論文の概要なんですけども、グラフ CNN グラフコンボリューションを使った化学反応の結果を予測するようなタスクになっています。評価実験では既存の方法と比べて、高速化というのを実現していたり、精度についても、人のエキスパートの科学者にもう匹敵するような結果というのが得られているというのが、言われています。発表の構成こちらのようになってまして、最初に背景から説明します。まず反応予測ってちょっとあまり聞き覚えない方もいるのかなと思うんですけども、反応予測っていうのは、2つ以上の化合物みたいなものが与えられたときに化学反応後にどのような構造変化をするのかっていうのを予測するようなタスクです。でそれも実際に結構実験してみないとわからないっていうのも多いのが現状です。でよくやる方法として、事前にこういったここに出てるようなですね、グラフの部分構造レベルのテンプレートを用意してあげて、それと照らし合わせるというようなテンプレートマッチングみたいな方法があるんですけども、これはカバレッジとかスケーラビリティに課題があります。でこの後ちょっと出てくる言葉の説明を2つしたいんですけども、1つが反応物っていうもので、反応物が向かって左側なんですけども、反応する前の、化合物のセットですね。で右側が生成物で、反応後の化合物のセットになります。また深層学習で、画像認識とか自然言語処理分野を中心に、発展はしていると思うんですけども、例えば画像であれば、各ピクセルっていうのは必ず8つのピクセルと隣接していたりとか、距離も一定なんで 2D コンブみたいなものが有効だったりとか、あるいはテキストっていうものに関しても各単語、単語ベースで使う場合は各単語っていうのは必ず前後に1単語ずつ隣接したようなグラフになっていて、それを 1D コンブとか RNN みたいなものを使って、特徴抽出するといった形で、画像とかテキストが持つすごく非常にですね、規則正しいグラフを、うまくモデリングされたものだと考えることができます。一方分子のグラフっていうのは、一つのノードに対して隣接するノードの数であったりとか、一重結合二重結合みたいなエッジの属性みたいなものが、何かと不規則に存在してまして、そういったものに対して普通の CNN をそのまま適用するというのは、困難になっています。ではこの不規則なグラフに対する CNN の適用として、メッセージパッシングニューラルネットワークという枠組みが2017年に提案されました。この枠組みっていうのは、これ以前にも多くのグラフ CNN の論文があるんですけども、それらを一般化するようなものになっていまして、大きく2つのフェーズに分かれています。最初のフェーズではメッセージパッシングフェーズというもので、各ノード一つのノード注目して、それに割り当てられた特徴ベクトルっていうのを一つ隣の隣接するノードから、あるいはエッジみたいなものから特徴ベクトルを自分自身足し合わせるような、それによって更新するようなものになっています。これを L 回繰り返すことによって、各ノードの特徴ベクトルっていうのは距離、L だけ離れたノードの、距離の L まで離れたノードの情報を反映することができまして、それがノードの数だけ作られるというような形になります。でリードアウトのフェーズではこうしてできたノードの数だけのベクトルを、例えば足し算みたいなものを使ってひとまとめにしてあげて、グラフに対して一つの固定帳ベクトルを作るようなものになっています。でここからのスライドなんですけど、ちょっとこの枠組みの、での過去のグラフ CNN の紹介をしてるんですけど、ちょっと時間の都合上省略しますので、興味がある方は、後日スライドを公開するのでご参照ください。で、じゃあ先ほど話した、一般的な方法としてテンプレートベースがあるという話をしたんですけども、本研究のベースラインにもなっているこちらの研究を紹介します。この研究では先ほど紹介したような化学反応のテンプレートみたいなものを1万5000件ほど事前に用意しておいて、それとマッチした反応による生成物
の候補みたいなものを列挙してあげます。でテンプレートっていうのは複数マッチする可能性があるので、どの反応が一番起きそうなのかっていうのを、リランキングすることによって決めるんですけども、その際に、反応前後で変化した原子であったりとか反応前後で変化した結合みたいなところの情報を使って、ニューラルネットワークで予測するようなものになっています。学習する際は結局どの反応が起きたのかっていう、正解みたいなものがあるので、その正解をもとにソフトマックスクロスエントロピーをロスにして学習します。でテンプレートベースの課題として大きく2つカバレッジとスケーラビリティが挙げられまして、カバレッジに関しては、あらゆる化学反応を網羅するようなテンプレートセットを作るのは非常に高コストであったりとか、化学反応にも結構例外も多くってテンプレートっていう形の一般化っていうのが非常に困難なものもあります。またスケーラビリティに関しても、テンプレートのセットの数が多くなっていけばなるほど、毎回予測する際にテンプレートの数だけマッチングする必要があるので計算時間が増加していきます。でこれはちょっと NIPS の、その後のワークショップの論文なんですけども、反応予測をスマイルズっていう化合物を文字列で扱っているものがありまして、それをそのままシーケンスとシーケンスの枠組みで生成しちゃおうみたいな方法があります。で、実はこれこの本研究のものと比べてもトップ1アキュラプレシジョンみたいなものだとこっちの方がいいみたいな感じになっているんですけど、多分今後こういった文字列っていうのとグラフっていうのどっちがいいのかっていう話が出てくる可能性あるなと思ってるんですが、本研究はグラフ CNN を使いつつ過去の反応予測のプロセスに沿ってて比較的納得しやすい方法として本研究を紹介したいなと思っています。提案手法なんですけど大きく3ステップに分かれています。で、1つ目のステップでは反応を起こしそうな原子ペアっていうものを予測する、反応中心予測ということを行います。これによって、反応するときって、一部の原子であったり一部のエッジだけが変化する可能性が高いんですけども、そのどの原子セットっていうのが反応しそうなのかっていう度合いを反応スコアとして算出します。でこのスコアが高かったトップ経験のペアに対して、仮にじゃあそこが結合するとするとどういうものが生まれるのかっていうのを並べるのが候補生成になってまして、で最後にどの反応が一番起きそうなのかっていうのをリランキングして反応予測をするというような形になっています。まず最初に反応中心予測なんですけども、反応中心を識別するにあたって各原子のベクトルを獲得する必要があるんですけども、これをワイスファイラーリーマンネットワークというもので獲得します。これどういったものかというと、具体的にはまず一つ赤い原子 V みたいなものを注目すると、それに隣接する原子とエッジのベクトルを普通にコンキャットして非線形な変換をかけるというようなことをやります。それによって隣接、この前だと2個しか隣接してないんですけど、隣接した原子の数だけメッセージファンクションを通して出てきたベクトルと足してあげて、で実際にその赤い V のやつに対して更新処理っていうのを行います。でこれを L 回繰り返すことによって各ノードのベクトルっていうのは距離 L までの情報を反映することができて、最後に隣接するノードとの要素積和っていうのを取るっていうのがこのワイスファラリーマンネットワークというやつです。で次に、そのベクトル、更新済みのベクトルっていうのを使って反応スコアを予測するんですけども、ここで2つローカルとグローバルというモデルを提案しています。ローカルっていうのは、ここで得たベクトルっていうのを単に、足し合わせてですね、普通に予測するっていうもので、それと加えて原子のペアに固有な、情報みたいなものを埋め込みができることがあるので、そういった情報を足し合わせた上で普通に予測するというようなものになっています。でこのモデルっていうのは、距離 L までの、距離 L までに位置するものしか含めることができないようなものになっています。一方グローバルモデルでは先ほどのローカルモデルっていうのを一旦一通りですね、予測というかですね、スカラーの値を出すってところまでやってあげて、それをアテンションスコアとして使って、もう一回各原子のベクトルを更新します。これによって一応グラフ上の全原子の中で、関係の強いものっていうのが全て考慮することができるとされています。最後にローカルモデルと同じ方法で予測を行うというような流れになっています。
で次は候補生成なんですけども、候補生成については、反応スコアが高い、先ほどの予測によってスコアが高かったトップ経験の、原子ペアの全組み合わせを基本的には列挙します。ただし原子化制約みたいな科学の知識で存在し得ないような化合物っていうのをフィルターするというような処理を挟みます。で最後に候補ランキングなんですけども、これも、2つのモデルを提案しています。基本的には、反応前と反応後の、2つのグラフを使って、その化合物っていうのがセットとなりそうかどうかみたいなものを予測するんですけども、最初の WLN with some pooling というやつでは、この WLN によって、獲得したその原子ベクトルの更新、っていうのを、化合物のセットそれぞれに対して行って、で更新した各原子のベクトルの差を、サムプーリングして、ベクトルを作って、それを一次元のスカラーに、遮影するようなニューラルネットに入力します。結局これってほとんどコネクションは変わらなくって、変わる部分だけが、差が出てくるという形になるので、その変わった部分がよりこう強調された形で、ニューラルネットに、入っていくような形になっています。でこれを候補の数だけ繰り返してあげて、最終的に、これが正解というのは一応あるので、ソフトマックスクロスエントロピーで学習します。で、もう一つの方法、 WLDN ワイスラリーマンディファレンスネットワークというのは、さっきの、差分を取るというところまでは一緒なんですけど、さらに差分取ったやつをもう一回 WLN をかけるという、ちょっとなんかだんだんややこしくなってくるんですけど、そういったものになっています。それ以外は、さっきのものと一緒で、ソフトマックスクロスエントロピーを誤算して学習します。実験と結果なんですけども、実験ではアメリカ特許庁にと、登録された48万件の化学反応データ USPTO というものと、あとその中からちょっと品質反応だけ1万5000件、抽出したデータ USPTO15K というのを使います。最初の実験では、トップ経験の予測した反応中心の中で、真の、反応中心原子ペアというのが全部含まれているかどうかという割合で、カバレッジとして、評価しています。左下の、表が実験結果なんですけども、一応一貫してローカルよりはグローバルの方がいいねって形になっています。で実際、例えば試薬っていうものがあるんですけど、ちょっと今回の反応物生成物とはまた別の、登場人物がいるんですけど、これは、反応中心からは、遠いというか、そもそもその反応とはあんまりこう関わらないような場所にいるんですけども、ただそいつがいることによって特定の反応を促すようなものになってまして、そういったものが、ローカルでは踏まえることが難しいので、こういった、グローバルモデルの方が、いい結果が出るのは、妥当なんだというふうに言われています。で、候補生成についての評価ですけども、テンプレートベースを使った方法に関しては5006件のテンプレートを用意していまして、それとヒットした反応の中に正解があったかどうかっていうのでカバレッジとしています。結果としては 90.1 と 92.0 っていう形で、すごく大きな差がついたという形で言えるかわからないんですけど、1件あたりの予測にかかる速度っていうところで、一応140倍っていう高速化ができているというような形になっています。で、最後にリランキングの実験なんですけども、テンプレートベースの方は計算時間的に実施が困難だったということで、USPTO って大きい方のデータではやらずに、USPTO15K という方だけ、ちっちゃい方のデータだけでやっています。で、WLN と WLDN っていうのは、K イコール8、で比較しているんですけども、この前までのフェーズ、さっきの反応中心予測と候補生成、フェーズで、すでに正解を落としているというようなケースがあります。正解を落としていても、それを気にせずというか、実際の実験シナリオに近いような状態で予測してしまって、評価したっていうのが WLN と WLDN で、正解が本当はあったけど落としちゃった場合に、ちょっとずるいんですけど、候補に、入れてあげるというかですね、ちょっとこのフェーズの理論上のアッパーバウンドを確かめるためのものっていうのが、このアスター付きのものになっています。実験結果はこちらのようになってまして、小さいデータですね、USPTO15K の方では、トップアンプレシジョンについては、WLDN が最高性能という形になっています。トップ3、トップ5に関して見ると、アスター付きのものだと、WLDN が一番よくって、
前のステージのエラーがなければ提案手法が優れているという形が言えるんですけど、そうでなければちょっとテンプレートベースの部分が勝っているようなところもあって、この USPTO15K に関してはどちらがいいというのはちょっと難しいの結果になっています。で、提案手法は一応大規模なデータでも現実的な時間で予測できるっていうところが売りに一応なっていまして、USPTO に対しても同様なパフォーマンスが出ているので、まあ、これは良かったねというような形になっています。で、最後にテストセットからランダムに選択した80件の反応で、8人のエキスパート科学者っていうのと2人の大学院生に反応予測をして、反応予測というか反応の、まあ、予想をしてもらって、提案手法と比較するような実験っていうのを行いました。で、サンプル数がちょっと少ないので参考レベルかもしれないですけど、大学院生よりは大きな差を分けてて、エキスパートにも結構匹敵するような結果になっているのかなというのがこの表から見て取れます。はい、ちょっと最後だいぶ駆け足になってしまったんですけど、結論はこちらになっています。ご清聴ありがとうございました。質問ありますか？あ、どうぞ。素人考えのところで申し訳ないんですけども、結局なんかすごい物理学が発展してきて、こういろいろこう量子力学的にも化学反応っていうのはどういうふうに起きるのかっていうのは大体分かってる気がするんですけれども、やはり創薬とかこの辺りの、分子量が大きくなってくるものに関する、化学反応っていうのはやっぱりきれいなモデル化できたできないでしょうか？もしできればすぐパッと計算できるようになります。そうですね、まあ、実際そのあたり の量子コンピューターとか使ったパターンみたいなものがどれぐらいのこうところまで来ているのかっていうのがちょっといまいち僕も裸がないので正確なことは言えないんですけども、ちょ聞くレベルの話で言うと、まあかなり低分子というか原子の数が少ないようなものに関しては、まあ、シミュレーションを回すこともできるんですけども、それが少しずつこう原子の数が大きくなってくると、かなり計算時間のネックになるというふうに聞いています。なんでこういったすでに起こったものを金から金利モデルに導くみたいな。そうですね、まあ、この論文に関してはその反応を予測するっていう話だったんですけど、他にもなんかその別の論文というかベンチマークのデータセットで、量子コンピューターだと普通なんか10の3乗ぐらいの、秒数かかっているような、シミュレーションっていうのを、まあ、一回その量子コンピューターでめちゃくちゃこう頑張って計算してデータセット作ってあげて、それを機械学習で学習してあげて、で機械学習で学習してあげると予測はもっと時間は短くできるので、まあそれによって代替してというような研究もあったりして、なのでまあその量子コンピューターとの計算となんかどっちが今後スタンダードになっていくのかっていうのはちょっと まだ分からない部分もあるんですけども、まあそういったこう近似っていうところに関してもまあ、割と研究としては進んでいるところかなというのが、自分の把握している現状かなと思っています。